今年も頑張る、来年も頑張る、もう今年終わるから、そう、来年も頑張る。皆さんこんにちは、あいりです。今日はですね、2021年の福袋どれにするっていう動画を撮りたいと思います。クリスマスコフレをどれにするっていう動画は今まで何回か撮ったことあるんですけど、福袋は今回初めて撮るんですけれども、私が調べてる中では、今年は店頭に買いに行くっていうよりかはオンラインで購入して配達届けてくれるっていうところが多かったですね。なのでいろいろね、今予約したものとかもあるので、今日はそちらを皆さんにシェアしながらどれにするっていう動画をね、撮っていきたいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。ということで、2021年の福袋なんですけども、私ですね、自称ですよ、自称福袋 YouTuber だと思っていて、そんなにね、1年に1回ものすごく私輝く時があるんですよ。福袋開ける瞬間、もう自分でもびっくりするぐらいキラキラしてるんですけど、ここ2、3年ぐらいはね、私の福袋開封動画が恒例になっています。はい、私の中でですよ、皆さんにとっては全然恒例じゃないかもしれないんですけど、私は恒例です。はい、まずは私がもうすでに予約をしているものから紹介していこうと思います。まず私が予約した福袋一つ目は山田屋さん。はい、もう山田屋さんは絶対予約しようと思ってた。今回予約した福袋も3万円の福袋です。そう、でもね、山田屋さんほんとすごいんですよ。3万円の福袋の中にどんだけ服が入っているのっていうぐらいめちゃくちゃたくさんの服が入っていて、いつもね、私はもう大興奮で、山田屋さんの福袋はだいたい12月ぐらいから福袋の予約を開始してるんですけど、今年はこういう時期っていうのもあって、11月ぐらいから予約を開始していて、でいつもはね、店頭に取りに行かなきゃいけなかったんですけど、今年は郵送していただけるみたいです。なので今回は先払いして、送付状にも名前を書いて12月の末ぐらいに発送が始まるみたいですね。そう、なので少し早く皆さんにお届けできるかもしれない。山田屋さんの福袋をですね、毎年よくコメントいただくんですけど、靴の福袋もものすごく定評があるんですよ。1万円だったかな。それもね、本当にお得で人気の福袋なんですけど、でそれをね、買ってみてほしいってお声たくさんいただくんですけど、ちょっとですね、私足の形が少々難ありで 23.5 から4ぐらいなんですよ。右と左の足の大きさが違うんですけど、すごい困るのがサイズ展開が SML なんですよ。山田さんのその靴の福袋のサイズが、本当は靴の福袋も買いたいなって思ってるんですけど、多分 M だと小さくて L だと大きいんですよ。なんだろう、23.5 から24の人って難しくないですか？なんか 23.5 だったら M でも、24センチだったら L になるんですよ。でも私はまあまあこの真ん中ぐらいなので、 L を買っちゃうと 24.5 も入りますよね。あれが不思議でしょうがない、私は M と L の分け方が。そうだって、 M は23から 3.5、 L は24から 4.5 っていうね、結構幅ありますよ。そうだから、ちょっとね、怖くて買えないんですよ私。本当はすごくお得だし欲しいなって思うんですけど、毎年サイズで悩んで我慢しちゃう。1万円でこんなに入ってるんだっていうぐらい、確か5足ぐらい入ってたと思います。で質もいいんですよ。だから山田屋さんの靴を買うときは M サイズって決まってる方とかは靴の福袋は本当におすすめです。で山田屋さんの福袋は5000円、1万円、3万円だったかな、値段もねあるので、ぜひまだ予約受け付けてると思うので、ぜひチェックしてみてください。次に予約したもの、二つ目、アディダス予約しました。皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか？去年の年末に紹介したアディダスの福袋、ギュンギュンだったんです。最初の年は M サイズを購入して、次の年ですね、一番最近のが L サイズ購入したんですよ。でもギュンギュンで、うわぁこれすごいギュンギュンと思ったんですよ。で、今年どうしようかなと思っていて、XL を買ってみました。
そう、またね、ギュンギュン度を確かめたくて、L サイズにしようかなと思ったんですけど、今年は XL にしてみました。それでギュンギュンだったらもう私終わりだな、これ。ちなみに、ココンさんは M サイズがいいということで、M サイズを購入してます。私はね、ココンさん L サイズがいいんじゃないかと思ったんだけど、ココンさんは固くなり M サイズがいいっていうので、ココンが M サイズ、私が XL を予約してます。これも実際に着て紹介したいなと思います。どうかギュンギュンじゃありませんように。私が2021年予約した福袋3つ目は、先日ね、動画でも紹介したかもしれないんですけど、名古屋の高島屋のオンラインで購入したサボンです。あれ本当に大変だった。びっくりした、私。もうなんか、サボンの福袋買うのにあんなにテンパることあるっていうぐらいテンパった。でも、いつも私あんな感じ。動画ではね、ちゃんと喋ってきちんとしてるみたいな、しっかりしてるっていうイメージがあるかもしれないんですけど、ちゃんと喋らなきゃと思って喋ってるからなんですけど、本来の私は本当にグダグダでお見せするのも恥ずかしいぐらいいつもあんな感じ、常にテンパってる私は。まあテンパってる動画だったんですけど、あの時無事おかげさまで購入することができました。私あれからサボンのプレミアムが買えたので、ちょっと調子に乗っちゃってベーシックも買った。あの時プレミアムですごい焦ってたんですけど、ちょっと時間が経ったらプレミアムも買えて、でその後ベーシック見たらベーシックも売ってて、まだ買っちゃったよね。お風呂セットがものすごい、豊富になりました。我が家。まあ、まだ届いてないんですけど。そう、なので、サボンのプレミアムっていうタイプと、ベーシックっていうタイプを予約した。あれは、元旦かな？来年届くみたいですね。はい、では次ですね。2021年、福袋予約したもの。4つ目。こっち！はい、こっち！こっち予約しましたよ！はい、もう、私、もう、頑張る。そう、来年も頑張る。今年の頭にね、コーチの5万円の福袋を初めて購入して紹介してるんですけど、あれすーごいお得でしたね。あの時の動画のコメントに、お母さんにどれをあげて、どれが愛理さん使ってるんですかっていうね、ご質問いただいたんですけど、バッグ覚えてらっしゃいますか？白と黒があったんですけど、白は母に取られました。黒は私が使ってます。母と私は上手に分けましたね。で、その後、コクンさんのご両親にキーケースをプレゼントしたかな。みんなでうまく分けたって感じです。コーチの内容が良かったので、今年も頑張りました。アイリーが頑張った。何頑張って。5万円の福袋と今回は8万円の福袋も買った。もうこれは本当に私の中では挑戦。ただもう皆さんにお見せしたかった。8万円がどのぐらいのものなのかっていうのと、5万円がどのぐらいのものかっていう、何が入ってるかをお伝えしたくて、今回は奮発してこの2つを買ったのと、今年はメンズの福袋も買いました。というのも、コクーンさんが欲しいって言ったのと、私の父もコーチいいなって言ってたので、メンズの福袋5万円分を購入しました。はい、それも開封動画撮りたいと思ってます。これで破産する。もう本当に、この時のためにお金を貯めてたと言っても過言じゃない。お正月に福袋にかける思いは熱い。すごい熱い、私は。なので、今回もね、ちょっと多めに購入してます。最後、2021年福袋予約したもの、5つ目が、コスメキッチンの福袋です。これは、私もいろいろこうネットで福袋いいのないかなって探してたんですけど、コスメキッチンの福袋がものすごく毎年人気だそうで、お得なんですって。福袋の値段は7000円なんですけど、中身は1万5000円相当、倍近く入っていて、中身もすごくね、いいものが多いらしいんですよ。何が入ってるかっていうのは書いてあったんですけど、スキンケア系が多い印象ではあるんですけど、今スキンケアをいろいろ試して良さそうなものを見つけたいなって思いがあるので、ちょっとこのコスメキッチンのものが使ってみたかった。なので今回ネットで購入しました。予約したものは以上で、あとは抽選に参加しているものがあります。今抽選に応募したものはスターバックスコーヒーと、カルディ。そう、カルディが抽選始まっていて、店頭で売り出すんですかね、今年。できれば買いに行って買って紹介したいって思いはあるんですけど、やっぱり健康には変えられないので、抽選で当たったらいいなと思ってます。あと他に気になるなって思ったのは、サイズの6000円の福袋がものすごくね、いいなと思って。この袋がいい色だなと思ったんですよ。グレーって書いてあるんですけど、私から見るとちょっとパープルに見える。店頭で予約を受け付けてるって言ってたので、ちょっと予約
しに行ってもいいかなと思っています。まだ行ってないんですけどね。で、あとお洋服とかの福袋も買おうかなと思ったんですけど、ちょっと今年私の心にググッとくるお洋服の福袋があんまりなくて、今回はお洋服は山田屋さんと、お洋服って言っていいかわかんないんですけど、アディダスだけになるかな。で、あとは福袋、あ、そう無印良品、の福袋、今年も絶対予約しようと思ってたんですけど、どうやらないみたい。今まだこの時点では何も発表されてないです。無印のオンラインを見に行っても福袋とかも出てないし、福袋無印良品で調べても今年はまだ情報が出てなくって、売られるのか売られないのかすごく気になる。あと毎年私が買っている福袋の中だとフランフラン、そう、フランフランも去年はアウトレットに行った時に一緒に買ったんですよね。そうなんですけど、今年ちょっと悩んでます。こう店頭で買うのか、今のこの現時点ではネットでもね、まだ受け付けてなかったので、福袋あるのかな。なんかね、今年ちょっと情報が遅いのか、なんとなくいろんなものが遅れてたりとかなかったりとか、なんかちょっとやっぱり今年はね、本当にこんな時期なのでいろいろと変わったなって思います。あと私がもしこの後買うとすれば、恒例になりますけど、コスメ系ですかね。コスメ系の福袋を他にまだ買えたらいいなと思っていて、前に何回か紹介したことある謎のサイトで買ったコスメ福袋みたいな紹介もしてるんですけど、全然謎でもなくて、アイビューティーストアっていうお店があるんですけど、そちらで良さそうな福袋があったら買いたいなと思ってるのと、イヴサンローラン、去年はあんまりこれっていう感じの中身じゃなかったので買わなかったんですけど、今年良さそうだったらイヴサンローランの福袋も欲しいなと思ったりしてます。なんか毎年同じ感じではあるんですけど、今年こういう福袋紹介してほしいっていうのがあったらぜひ教えてほしいです。私がいつも買ってるようなものだったりとか、あとネットでねさらっと検索できるようなものばっかりなので、この福袋おすすめなんですよってあったら教えてほしいなと思います。そうだそう、あと毎年気になってるのがルピシア。そう、ルピシアもすっごくお得って知ってて、毎年どうしようかなと思うんですけど、飲みきれる自信がなくて結局買えずにいるっていうね。そう、でもあれもすっごくお得だと思います。なんか本当に今年もね、いろいろワクワクしたい。今年はもう終わるわ。来年ね、いい年にしたいなと思っていて、服の入った袋を開封するっていう動画をね、来年からまた上げていきたいと思っています。ということで、なんかよくわかんない、なんかもう締めになってきちゃったんですけど、はい、こんな感じで今回私が2021年の福袋で予約しているものとか、抽選に応募しているもの、あと狙っているものを紹介しました。もしよければですね、皆さんが今年狙っているものだったりとか、あゆさんこの福袋買ってみてほしいっていうのがあったら、ぜひコメントください。ということで、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。はい、もう私的にはね、山田屋さんすごい楽しみ、アディダスもある意味楽しみ、ドキドキしてるのはコーチだけ、本当にドキドキしてる。はい、また紹介したいと思います。